ドロシー・ストラットンは、カナダ出身のプレイメイト、女優。プレイボーイ氏1979年8月号のプレイメイト、1980年のプレイメイト・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。当時のサイズは、身長175センチメートル、体重56キログラム、B91W61H91 センチメートルであった。 1960年代生まれのプレイメイトは、リーアン・ミッシェルに次いで二人目。三本のコメディ映画に出演し、少なくとも二本のテレビドラマに出演するなど、女優として活躍するが、20歳で別居中の夫で、マネージャーのポール・スナイダーに射殺される。ポールも、犯行直後に、同じ銃で自殺した。彼女の死にインスパイアされた映画が二本撮られた。 ストラットンは、バンクーバーの旧制軍病院で、オランダ移民であるサイモンとネリーのホーホストラーテン、夫妻の子として生まれた。出生名は、ドロシールースホーホストラーテン。1961年に、弟のジョン・アーサーが、1968年5月に、妹のルイーズ・ストラットンが生まれている。1977年、コキットラムのセンテニアル高校に通いながら、 ファーストフードチェーン、デイリークイーンでアルバイトをしていた17歳の時、当時26歳で、バンクーバーのクラブプロモーター憲法引きだった、ポールスナイダーと出会い関係を持った。後にスナイダーは、専門家に撮らせた彼女のヌード写真を、プレイボーイに投稿。当時ストラットンは18歳未満であり、母親のネリー・ホーホストラーテンが、 モデル契約の署名を拒否したため、ネリーの署名は偽造された。1979年、スナイバーと共に、ロサンゼルスへ転居。ストラットンに改名した後、プレイボーイ氏1979年8月号のプレーメイトとなり、センチュリーシティ、プレイボーイクラブで、バニーガールとして働き始める。ヒュー・ヘフナーはジャンルを超えて、女優として成功してほしいという。 高い期待をストラットンにかけていた。テレビドラマシリーズ、バックロジャーズと、ファンタジーアイランドにゲスト出演、また1979年のローラーディスココメディ、スケートタウン US、USA に、早くで出演した。1980年、プレイメイトオブザヤーに選ばれる。SF パロディ映画、ギャラクシーナで、タイトルロールを演じた。ヘフナーはスナイダーを、 詐欺師で紐だと言い、たびたび縁を切るよう促している。ロザンヌ・ケートン等の友人たちも、スナイダーの振る舞いに注意するよう警告していた。ストラットンは、彼女の最初にして、唯一のメジャー映画、ニューヨークの恋人たち撮影中に、ピーター・ボグダノビッチ監督と交際を始める。スナイダーは彼女を監視させるため私立探偵を雇った。ストラットンは、 離婚を申請する決意をしてスナイダーと別居し、ボグダノビッチ監督と同性生活を送っていた。ドロシー・ストラットンの墓1980年8月14日、正午を少し回った時刻にスナイダーとストラットンは、スナイダー宅であった。その家はかつて二人が暮らした場所で、二人の共通の友人であるスティーブン・カシュナー博士と共有していたものだった。ストラットンは、 離婚について、有効的に話せるよう、スナイダーに渡すための1000ドルを用意していた。午後11時頃、スナイダーの私立探偵が、専用回線でカシュナーを呼び出し、スナイダーに何時間も電話をかけているのに出ないと告げた。カシュナーは、スナイダーの部屋に侵入し、ショットガンに撃たれて死んでいる二人を発見、遺体は、双方とも裸であった。 警察はスナイダーがストラットンを強姦した上で射殺し死体にも両辱を加えた後同じショットガンで自殺したと判断したストラットンはロサンゼルスのウエストウッドメモリアルパークに埋葬された映画評論家のビンセント・キャンビーは1983年にストラットン城はスクリーン上で魅力的な存在で時間と仕事に恵まれれば 一流の喜劇女優になったかもしれない、と書いている。ストラットンの殺人事件を描いた2本の映画が制作された。まず1981年には、テレビ映画、デス・オブ・エーセンター・フォールド・ザ・ドロシー・ストラットン・ストーリーが制作された。主演は、ジェーム・イミ・リー・カーティスである。1983年には、ボブ・フォッシー監督で、スター80として映画化された。 本作では、マリエル・ヘミングウェイがストラットンを、エリック・ロバーツがスナイダーをそれぞれ演じている。なお本作は、彼女が殺害された、実際の現場を使って撮影されている。1984年、ストラットンと交際していたボグダノビッチは、ザキリング・オブ・ザ・ユニコーンと題した著作で、彼女について語っている。その4年後に49歳で、ボグダノビッチは、 ストラットンの妹ルイーズと結婚した。ルイーズは20歳であった。ボグダノビッチは、ストラットンの死後、ルイーズの私立学校とモデル教室の授業料を支払っていた。彼らは13年間連れ添ったが2001年に離婚した。同郷のミュージシャンであるブライアン・アダムスは彼女をテーマに、1980年プリズムのヒット曲となったカバーガール。 そして自身のアルバム、カッツライク、A ナイフに収録された、ザベストワズ・イエット・ツー・カムをジム・バランスと共に作った。この曲は後に、ローラ・ブラニガンがカバーした。ボング・ウーターは、ニック・ケーブ・ドールズという曲で、ストラットンに言及している。また、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのカリフォルニケーションでも、最初に生まれた、ユニコーンとして表されている。ャビン・ロスデールは、 ブッシュのアルバム、ザ・サイエンス・オブ・シングスの一曲、デッド・ミートで、ドロシーは、あなたの快楽のために死んだと歌っている。ありがとうございます。